今日も北朝鮮がミサイル飛ばしてきたよ。慣れっこになる自分が怖いんだぜ。ねえ、マリサ。北朝鮮って軍事力だけは高いってイメージなんだけど、その実力ってどうなの？グローバルファイアーパワーというアメリカの民間軍事調査会社によれば、世界第28位なんだぜ。まあ、陸軍はそこそこ、空海軍はお察しレベルだぜ。ただし、この調査は核戦力は評価せずに、通常戦力だけを評価してるから、その辺は注意してほしいんだぜ。なんで、北朝鮮は核爆弾とか弾道ミサイルは持ってるのに、軍事力は低いのかな？貧乏国家なのに、予算を核戦力にほぼ全力集中してるからだぜ。じゃあ、核がなければ警告の相手じゃないってこと？地上戦力は兵員数と砲撃力だけは警区により上だから、相手にならないってことはないんだぜ。それに警告の首都ソウルは国境から近いから、戦争が起こればソウルは火の海になって占領されるリスクは十分あるな。ふん、総合力は軽国が上でも短期決戦なら、北朝鮮に勝ち目が全くないわけじゃないのね。ああ、じゃあ今回は、そんな北朝鮮の空軍力についてじっくり解説するんだぜ。世界でも北朝鮮にしか運用していないレトロ航空機もあるから、ある意味面白いからな。ゆっくりしていってね。まず北朝鮮空軍の歴史から説明していくぜ。1948年に朝鮮人民軍が成立。約900人の航空関係者をモスクワに留学させて再教育を施したのがスタートと言えるな。初期はソビエト空軍仕込みなのね。1948年末にソ連軍が朝鮮半島から撤退すると約9やら防地金7、イリューシン10。それから日本が残したゼロ戦、ハヤブサ、五色戦などの第二次世界大戦中に開発された機体を引き継ぎ、本格的な拡張を開始したと言われているぜ。え、ゼロ戦とかハヤブサまで？まあ、その辺の真偽は不明だけど、目撃情報はあるらしいから何とも言えないんだぜ。50年6月に始まった朝鮮戦争では航空機約200機を持って韓国空軍及びアメリカ空軍と対峙したんだ。ほうほう。当時警告空軍は練習機等を20機程度しか持っていなかったから、航空戦力は北朝鮮が圧倒的優位だったんだぜ。北朝鮮空軍はアメリカ軍の介入もあり、8月には、保有するほとんどの航空機を失ってしまったんだ。アメリカ相手じゃ、どうしようもないわね。しかし1950年10月に C 国の人民志願軍、といっても実際は C 国軍なんだが、の参戦が始まったんだ。北朝鮮空軍は C 国内で再編成され、さらにソ連製戦闘機を供与されて立て直しを始めたぜ。C 国とソ連が後ろについたら強くなるわね。1951年12月、司令部を平壌に戻し、C 国人民志願軍空軍所属のミグ15と共に前線復帰し、国連軍の F-84 や F-86 と制空権を争い空戦を繰り広げたぜ。そうなんだ。まあ、パイロットの練度不足もあり、国連軍が航空優勢を続けたんだがな。それでも制空権を完全に取られることはなかったから前線したとは言えるぜ。そこそこ強かったのね。休戦時点で5個航空師団を有し、戦闘機はミグ15、約9、0・11等を保有していたぜ。その後冷戦時代にはソ連と C 国からの多大な支援と供与もあって、ミグ19J6 やミグ21J7 などをソ連や C 国から輸入したぜ。その頃が絶頂期って感じなの？一時は練度も高く、ベトナム戦争中の1966-68年には、北ベトナムの防空任務に派遣されたぜ。26機の米軍機を撃墜する一方、14名が戦死したらしい。なかなかの強さね。しかし、1980年代以降の経済停滞による軍事力低下と物資不足に加え、ソビエト連邦の崩壊と、C 国の改革開放によって中ソからの支援は急激に減少してしまったんだ。お金もなかったって聞くしね。1980年代末に導入したミグ29を最後に、新鋭機購入は愚か訓練の燃料にもこと欠く状態になり、さらに慢性的な食料不足で指揮や整備も不足して戦闘能力は著しく低下してしまったのが現在なんだぜ。じゃあ、最新鋭機でも30年前の戦闘機ってこと？北朝鮮空軍の保有機は約1300機と言われているが、いわゆる第4世代の戦闘機はミグ29が18機あるだけだぜ。それも何機がまともに運用できるかわかったもんじゃない。え、じゃあ、ほとんど何もできないんじゃないの？第3世代のミグ23も数十機しかないから、もし空戦が始まっても、あっという間に損耗して戦力にはならないだろうな。そもそもジェット燃料がほとんどなく、訓練もままならない状況だから、空戦になるかどうかも怪しいレベルだぜ。でも、1300機もあれば、何かできるんじゃない？ほとんどはミグ17とかミグ19、ミグ21といった骨董品だぜ。
驚くべきは金正恩第一書記が2019年に飛行場を視察した際に、MiG-15 の姿があったことだぜ。未だにこれが現役なのは世界で北朝鮮だけだぜ。骨董品空軍って言われるわけね。燃料どころか食料も少ないから、士気や練度は地に落ちているだろうな。燃料不足から、年平均で数飛行時間しか飛べないと言われており、それで皮肉なことに機体寿命が長いのかもしれないぜ。あんまり笑えないね。1993年に北朝鮮空軍最大の事故が起きているんだぜ。夜間、格納庫に忍び込んだ保証が明かりの燃料にしようと航空機からジェット燃料を盗んだのだが真っ暗で出入口が見えなくなってしまった。燃料泥棒ってやばいね。そこでライターの火を灯したところ気化したジェット燃料に引火し、一気に燃え広がって大火災になったんだぜ。犠牲になった人が50人、そのうち27人が女性兵士だけで編成された通信部隊の所属だった。現場は悲惨極まりないものだったというぜ。ご冥福を祈るわ。またこの事故では、16機ものジェット戦闘機が爆発炎上したという。機種は MiG-21 とのことだぜ。そんな北朝鮮空軍は遠くてもせいぜい警告での活動しかできず日本を直接攻撃できる航空機は存在しないんだぜ。航空自衛隊とは空戦すら起こらないってことね。過去に C 国にずうずうしく、J10 戦闘機の無償援助を打診したものの経済制裁を理由に拒否されているぜ。無償じゃ無理よね、買えばいいんじゃない？核と弾道ミサイル開発に予算を注ぎ込んでるから、J10 のような第4世代戦闘機ですら購入する余裕は全くないんだぜ。というより北朝鮮なら J10 を多少購入しても、どの道制空権は取れないから、まあ空軍戦力を向上させる意味はないからな。そうなんだ、ある意味合理的なのかもね。それでミサイルを日本海にどんどん撃ち込まれても困るけどな。じゃあ、警告空軍の足元にも及ばないってことでいいのね。警告空軍も第4世代や第5世代の戦闘機は少ないし、未だに F4 や F5 を使ってるくらいだけど、まあ北朝鮮相手なら、どうにでもなるだろうぜ。北朝鮮空軍は骨董品、警告空軍はポンコツ、C 国空軍はコピー品なんて口の悪いネット民は言うけど、まあそれほど実態とかけ離れているわけじゃないんだぜ。まあ、航空機マニアにとっては、北朝鮮空軍は面白いかもしれないけどね。そうだな。未だに木製のアントノフに服用機を特殊部隊潜入用に大規模に保有しているくらいだからな。アントノフにって？1947年に開発された輸送機だぜ。70年前の飛行機だな。輸送機としてはヒットして世界で1万7000機生産されてるぜ。ほうほう。2020年ナゴルノカラバフ紛争においてアゼルバイジャン軍は無人機化された機体をおとりとして使用することで敵対空ミサイル陣地を炙り出しているんだぜ。最近でも飛んでいるんだ。一時期アントノフには木製服用機だから先天性のステルス機能がありレーダーに映らないっていうデマがあったんだぜ。え、そんな噂があったんだ。確かに反射面積が少なく、速度も遅いからレーダーに捉えてもトラックと勘違いするケースもあったらしいから。全くの間違いじゃないけど、ちゃんと映るんだぜ。いろんな古い機体持ってるから、マニアにはたまらないかもね。2016年9月、北朝鮮のウォンサンで同国初となる国際航空ショーウォンサン国際親善航空フェスティバルが開催されて、日本人航空機マニアも多く訪れたらしいぜ。え、そんな航空ショーやる余裕があったんだ。キム・ジョンウンの肝入りだったそうだぜ。2017年にも開催する予定だったけど、結局お金がなかったんだろうな。それ以来開催されてないんだぜ。 YouTube にもアップされているから、興味があれば見るといいんだぜ。面白そうだから見てみるわ。特に観客が湧いたのは、北朝鮮で初の女性戦闘機パイロットとなったチョ・クムヒャン、リム・ソルヨウ飛行士が操るMiG-21型機による曲芸飛行だったそうだぜ。女性の戦闘機パイロットなんているのね。男性には10年の兵役が課されているが、今まで対象外だった女性に対しても2019年4月から兵役が課されるようになり、女性兵士が急増しているんだぜ。え？女性まで兵役があるの？北朝鮮は2015年4月から、女性の兵役義務化を推進していた。しかし、娘を持つ親たちの抵抗に遭うなどし、実施が遅れていたんだが、男性より短い6年の兵役に服することになったんだぜ。北朝鮮に生まれなくてよかったわ。キム・ジョンウンは空軍の輸送機を自ら操縦するほどの熱心な航空マニアであり、航空機自体には強い関心を持っているようだが、今更多少のことではどうにもならない。空軍を近代化するよりも核開発、ミサイル開発にリソースを投じた方が合理的と判断しているんだろうぜ。ミサイルはなんとかしてほしいよね。北朝鮮は今年はすでに23発ものミサイルを発射している。昨年はわずかに6発であったのにだぜ。
ほんと、多すぎるわね。6月5日の発射については、日米合印のクアッドの首脳会談を東京で行った直後だぜ。今回のクアッドの目的は、海洋進出を始めた C 国をいかに押さえつけるかというもので、当然 C 国は面白くない。そうね。それで C 国は、クアッドの開催中に C 国とロシアの爆撃機を日本海から東シナ海まで仲良く飛ばし、日米合印4カ国を威嚇。この中に北朝鮮は入れてもらえていない。まあ飛ばす飛行機もないからな。わぶられたってわけね。北朝鮮はクアッド開催中にも3発のミサイルを発射していて、北朝鮮は C 国、ロシアと仲間であると、主張をしたかったのかもしれないぜ。違う形で主張してほしいものね。まあ、北朝鮮空軍については今日の解説通り日本の脅威ではないから気にしなくてもいいんだが、弾道ミサイルについては話は別だからな。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。